はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ペンデラムコールをね、真面目に使っていこうと思ってまして、前回ペンデラムコールあまりにも悪用しすぎてクソデッキが爆誕しちゃったんですけども、ちょっと今回は真面目にね真面目にペンデラムコールを使っていこうと思ってまして、これ真面目に使った場合結構ね、魔術師カード2枚サーチできるんでめちゃくちゃ強いんですけども、これ何と相性がいいかなっていう話なんですが、まあもちろんいろんなね、ペンデラムデッキと相性がいいんだけど、やっぱね、オットアイズと組み合わせるべきなんですよ。なんでかっていうと、魔術師デッキっていうのは、釉薬のデッキなんで、釉薬のデッキだから、オットアイズと組み合わせることによって、進化を発揮すると思ってるんですよね。なんで今回は新パックで、オットアイズカードがいっぱい追加されましたんで、これと、ペンデラムコール&魔術師を組み合わせて最強デッキ。魔術師オットアイズデッキをね、組んできたんで、こちらをね、使ってデュエルをやっていきたいなと思ってます。まあ、このデッキ特有の動きとしては、このレベル3の綺麗の魔術師、これがまあ持ってこれますんで、これで、まあ、7シンクロができるんですよね。こいつオットアイズペンデラムドラゴンとかのレベルをなんか3つ下げて特殊ができるんで、まあ、4と3になってなんか7シンクロみたいなことができるんですけども、これって、この効果を使うと7シンクロができるから、エンシェントフェアリーとかが出せるなと思って、エンシェントフェアリーとか、あと妖精竜とかね、あとメディオバーストとか、こういうのが出せるなと思って一応入ってますと。で、あ、一応ブラックローズドラゴンとかも出そうと思うと出せるんですけども、ブラックローズするとなんかペンデラムデッキ微妙に相性悪いっていうか、なんか全部赤いしちゃうとなんかあんまりアドソンみたいなのがあるんで、ブラックローズとかも入るけど、まあ今回はちょっと入れておりません。で、何が強いかっていうと、ちょっとゆうやくんで使えなくてマジで残念なんだけど控えの結界、控えの結界でフェーズ魔法発動しとけば、エンシェントフェアリー特殊召喚して、で、7シンクロして、まあネクロバレー持ってきたりとか、あと、天空の交際を持ってきたりっていう動きがかなり面白いんですよ。結構できるんで、まあ、これができるから一応、まあ、ワンチャン採用圏内かなと思って、ペンデラムコールをオットワイズデッキに入れております。はい、まあ、動かし方はね、デュエルを見ていただきながら、ご覧いただければなと思いますんで、やっていきましょう。早速ね、魔術師オットワイズ約束されたシナジー、デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、ユベルか。ユベルはサンダードラゴンとかだと思うんですよね。多分ネクロバレーガン刺さりすると思うんだけど、雷電流、はい。オッケー、なんとかしてネクロバレーを発動していきたいですよ。これ了解。ドラオットアイズランサーいらねえ、今いらねえ。とりあえず天空の交際を発動、天空の交際を発動、天空の交際発動で、アーケペンデラムを特殊召喚、あ、じゃなくて発動、ごめん。でオットアイズペンデラムドラゴンを発動で、天空の交際の効果を発動、オットアイズペンデラムドラゴンを叩き割ることによって何らかのカードをサーチできるとかいう最強効果で、オットワイズペンデラムドラゴンを持ってきながらアークペンデラム効果と、アーペン効果、アーペン持ってないか、はい。で、ペンデラムコール発動、変更発動してランサー捨てて、これはまあちょっと一旦キリュウは持ってきてな、キリュウ持ってきてな、キリュウは確定、7持ってきてもいいけど、なんか別に7足りてんだよな。星読みの魔術師でいいか、星読みの魔術師でいいや。で、星読み持ってきてだな。星読み発動で、星読み発動で、ペンデラム召喚、エクストラデッキからオットアイズペンデラムドラゴン、モンスターをペンデラム召喚、はい。で、全力でネクロバレー張るだけのカスみたいなデッキちょっと やりますねキリュウの魔術師の効果でオッピーのレベルを3つ下げてこのモンスターを特殊召喚で、レベル4の、オットワイズペンデラムドラゴンにレベル3のキリュウの魔術師をチューニング、シンクロ召喚、エンシェントフェアリードラゴン特殊召喚、ご覧に入れましょう、モンスターをシンクロ召喚、エンシェントフェアリードラゴンの効果発動、エンシェントフェアリードラゴンの効果によってフィールド魔法を全て破壊し1000ライフポイント回復し、さらにデッキから特定のカードを最強カードを手札に加えていく
いや動き強くねこれ。で王家の眠りたりネクロバレーを発動でだな。このまま殴るか、なんかランクなんかする必要ねえな。殴ろうバトルゴーエンシェントフェアリードラゴンでダイレクトアタック100ライあ向こうです。はいビリビリです。あなんかありますね、なんかありますね、やりますね。はいはい、でこれはなるほど、やるじゃんタイム。さあネクロバレーがきついですよ。あのデッキはネクロバレーをね発動されるともうまあきついですから相手。多分闇の誘惑いいでしょう、闇誘いいでしょう、闇誘からの雷電流いいでしょう、はい、モンスター効果雷電流除外された場合の効果も発動。まあ確かに除外ゾーンから動けるね、はい、除外ゾーンから動ける雷鳥竜サンダードラゴンいいでしょう。モンスター効果発動だよ。で雷鳥竜サンダードラゴンの効果によって、雷電流が蘇ってくる除外ゾーンですね、はい、でアドバンス召喚、あーなるほど強いね、オットワイズアドバンスドラゴン強いいいでしょう。まあでもそのオットワイズアークペンデラムを破壊されても、アークペンデラムのことで耐性値がありますね実質。問題はない一切問題ない。攻撃されても別に戻ってくるからどっちにしても、うん、デッキからリクルート効果持ってくるから。アーペンマジで強えな、アーペンの耐久力マジ強えな。バトルしかないもん、バトルフェーズ入っていく。アーペンは剥がしてもいいや、はい、で効果発動にチェンジ、オットワイズアークペンデラムドラゴンの効果も発動。アークペンデラムドラゴンの効果によってデッキから、オットワイズアークペンデラムドラゴンを特殊召喚していく。モンスターを特殊召喚、はい、でまあ、あとはもうランク7して暴れる感じでいきましょうか、はい、いいでしょう。さあクライマックスだよ、レディーズ・ジェントルメン。強えな、それは強えな。螺旋のストライクバーストは強えな、螺旋のストライクバーストの効果は強えな。君ちょっと一回どっか行こうか、はい、で効果発動しますか、しませんか、はいはいいいですよ。ペンデラム召喚しますね。まずこれとこれ出していきましょう、はい、モンスターをペンデラム召喚、ペンデラム召喚していく。でペンデラム召喚、オットワイズアークペンデラム、オットワイズペンデラム、はい、でランク7、はいはいはい出てこい、はい、オーバーレイネットワークを特殊、おいエクシーズ、おいモンスター効果発動、おいおいおいご覧に入れましょう、モンスターを特殊召喚、つえ一応スキル発動しよっか、フェンデラムゲイザー発動、一応回収しとこう、おいじゃあいやこのデッキ強くね、やってることマジ強いと思うんだけど、はい、よし聞いてください、モンスターで聞いてください、さよなら、おいプレイヤーにまだなんかあんだ、テンパラスから分かってんけど、何本できてなくてさ、オットワイズ、オットワイズじゃねえや、サンドラ側今動き方マジ強かったっすね、このデッキ。さあお相手の方メスガキか、メスガキ何、あーライトロードか、はいはいオッケー、ライトロードルミナスオッケー、ルミナスオッケー、ルミナスオッケー、はい、タスケルトン豚うぜえ、ネクロバレーや、このデッキはネクロバレーだ、とにかくネクロバレー、どうにかしてネクロバレーを発動しよう。でフォーチュネディエバリーオッケー、いいだろう、了解俺のターン、見えるのではない見透かすのだ。まずペンコ発動をしちゃってもいいか、ペンコ発動、ペンコ発動、一番いらねえの7残しときていいから、龍脈の魔術師いらねえな。でこのハッピーセットでいいか、ハッピーセット77517777いけるね、多分77772体いるもんね、72体いる、実質なのみたいな。とりあえずアーペン発動をで星読み
で、ペンディラム召喚、はい、2体特殊していく。ホットアイズペンディラムドラゴンと砲丸の魔術師で、綺麗な魔術師の効果発動。ホットアイズペンディラムドラゴンのレベルを3つ下げて、このカードを手札から特殊召喚で、レベル4のホットアイズにレベル3の綺麗な魔術師をチューニング、シンクロ召喚エンシェントフェアリードラゴン、そしてエンシェントフェアリードラゴンの効果発動、フィールド魔法をぶち壊しまして、で1000ライフ回復しまして、大きな眠たみネクロバレーを持ってきて発動さあ大丈夫か、大丈夫か、ネクロバレーでもう墓地から蘇生はできねえし、墓地からカード除外できねえぞお前は。そして幻想の黒魔導士の効果を発動、オーバーレイユニットを一つ使い、あ、これしかいねえ、あ、そっか、さっき捨てたの、そういえば、いや、これしかいねえ、900ビートになっちゃう、900ビート、あー、このターンで勝てず、勝てると思ったら勝てねえ、うぜえ、まあ、とりあえずお前消えろ、お前は消えろ、よし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 、なんかあるね、なんかあるね、墓地にはなんかいろいろ落ちてたけど、ちょっと墓地から除外するカードしかないから、多分捨て子サイバーかな、序盤のやつ、確かはい、多分捨て子サイバーっぽいな、今のうちに。さあ大丈夫ですか、墓地からモンスターを蘇生もできなければ、墓地からカードを除外もできませんよ。ルミナス、うん、いいでしょう、アタックチャージ、なるほど、1300いいだろう、あー、そうやってビットダウンするしかないってか、バカバカめ、俺の流血の魔術師は再びフィールドに舞い戻るぜ、ペンディラム召喚現れろ、流血の魔術師俺バトルクリスタ消えろ、運命に逆らう、ふん、はぁ、あ、つえぇ、つえぇ、ネクロバレーが刺さるデッキに対してはマジで無類の強さを誇りますね、負けちゃったけど。さあお相手の方、ウミデン、ウミデンね、はいはいはい、ウミデンなんかちょっと怖えな、なんだろうデッキ、まあ、とりあえずオットアイズムーブしていくしかねえか、オットアイズムーブしていくしかねえか、オットアイズストライクバースト発動、オッピー持っていくしかねえか、セットかな、オットアイズペンディラムドラゴンは破壊されてるから、まあ、オットアイズペンディラムドラゴンセッティングセットかな、でエンドで、オットアイズペンディラムドラゴンの方がと、で、星読み持ってくればいいか、星読みでいいな、星読みでアークペンデラム効果、これはランサーかな、ヤリサー持ってきて、俺のターンじゃ、ドローじゃ、さあ全体どんなデッキなんだ、ペンデラムコール、ペンデラムコール、ペンデラムコールだとあれこれやばそうじゃね、やばそうじゃね、モンスターをペンデラム召喚、やばそうだな、行くぜよ、何が出てくるのこれ、あ、ダイダロス、やばい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 、うわうわそんなバカな、バカな、バカな、なんでお前がペンデラム召喚使いこなしてんだよ、やばすぎる、スケールが足りねえ、スケールが足りねえ、助けてくれ、スケールが足りねえよ、やっぱこのデッキ最強だね、うん、環境あるわ、うん、環境あります、このデッキ。